ということでアンドレボリューム2ということでお願いいたします。お願いします。前回は20歳の時までのお話みたいな暴走族グレン隊をやっていたっていうところまで話しましたけど、その後20歳からどんな感じだったんですか？20歳の直前にも書かれたんですよ、障害で、障害で捕まったんですけど、相手が3人いたんですよ、でちょっと怪我が重くて、で19歳だったんですけど、逆走されたんですよ、成人扱いになったんです。おお、そういうことね。懲役3年の執行猶予5年で、まあ、判決がついたんですよね、でその時はまあ4ヶ月ぐらい出れたんですよ、執行猶予で。出た時にはちょうど20歳ぐらいに出てきてから、その自分が捕まってる間に、まあ、車と単車を売却されたんですよ。誰に？あ、はい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 、それで、俺ちょっとムカついちゃって、まあ、今自分の、まあ、いい声を言ったんですよ、そしたらなんか、また少年行くと思ってたから売ったんだみたいな。あー、そういうことか。だとしてもなんで勝手に売るんだって、だとしても気持ちがあって、そこでなんかちょっと、もうなんか、いいなんかついてきたくねえなって思ったんですよ。あー、そういうことね。それで、あのもう離れたいですっていう風に話をしたら、なんかまあ平塚からじゃ出ろみたいな話になって、自分仙台行ったんですよ。あ、仙台行った、そっから。その時期でちょうど震災あったんですよ、あの東北の震災が、あれがあって、で自分復興支援で仙台行ったんですよ。おー、石巻とかあっちの方、宮城の方に行ってて、4ヶ月か5ヶ月ぐらい復興支援やってたんですよ。半年近く復興支援やってて、その復興支援にある会社を通して行ってたんですけど、そこのバックについてるのが、関西系の組織で、裏で回してるトップがいるんですけど、その人とまあこう、会うようになって、そこから大阪に行ったんです。おお、そこね、はい、大阪に行ったっていう事実だけは知ってたけど、はい、そういう経緯があって大阪に行って、で、まあ、自分ももう、まともに仕事したのがその震災の復興が初めてだったんです。そうなんだ。でも結構やっぱうんざりしてて、何をその仕事に対して、はい、結構真面目に仕事してるのがちょっとなんかバカくさがっちゃって、またなんかこう、悪さにこう走りそうな時あったんですよ。で葛藤してる時に、まあ、大阪来いよっていう話になって、で自分ももう仕事産んだりしてたんで、大阪行きますってなって大阪行ったんですよ。おー、それ結構長かったよね。大阪は20歳の時に行ってから、で26まで、あそこにいたんですよね、大阪にいて、26の半ばぐらいで帰ってきたんですかね、大阪に。なんか俺思ったんだけど、やっぱアンドレは、ヤンキーチャンネルの中のネタが多すぎる。これ俺今ね、この立ち話的な感じで今聞こうとしたけど聞ききんないわ。じゃあちょっとまたそれはあの聞きたいんだけど、もうちょっと今のところ飛ばし26じゃない、でキックボクシングを始めたのが26じゃない、はい、こっち来てからどれぐらい後？27ぐらい。あ、じゃあ本当にじゃあこっちあの帰ってきてからじゃん。そうです。あ、速攻で、で谷山島入って、そうです。でなんでキックボクシングをやろうとしたの？最初、まあ軽いノリで行ったんですよ。そしたら、あの、ユッと言ったじゃないですか。あ、ユッシーね。はい、ユッシー。はいはいはい。ユッシーとスパーリングした時に、あ、大臣のトレーナーでフライ級で、今、まあ60キロないぐらいのね。はいはいはい。めっちゃ強くて。え、その時待って、アンドレ、今こんだけでかいけど、その時何キロだった？その時、多分80ぐらい。はい、あ、そんなあったか。じゃあ20キロ以上差があるのと、ユッシーと、まあスパリングして結構ボコボコされたんですよ。おお、そうなんだ。まあ、ボコボコっていうか遊ばれちゃったんですよ。ああ、そういうことね。でもう自分のパンチなんかもう当たんなくて、早すぎて、それでなんか、まあ、クソ早いし上手いですよね。その時になんかスイッチ入ったっていうか、ちょっと真剣にやってみようかなっていう。ああ、そっからキックボクシング。そうです。結構強い変化では自信あったんで、それでなんかこう、そっか、やる気になった、気がついた。そうですね。そっか、俺ね、今ちょうどアンドレがあのなんだ強さみたいな感じのことを話したから、それをすごい聞きたかったんだけど、なんか強さって何なのかみたいなところで俺よく考えるんだけど、喧嘩ってそのルールが別にないわけじゃん、その強さってさ、覚悟を持った人が。そうですね、危ないですよね。いやいや、で一番最後は俺が思うんだよ、殺す覚悟がある人が一番強い。そうです。身の誰かを守る人がいないもの、人が強いって思うんだけど、アンドレ的にはそういうのどう、強さって何？同じ、まあ、いろんな強さがあると思うんですけど、外面的な強さで言ったら、
ぱそういう覚悟を持った人が強いのかなと思うんですけど、内面的に強さもあるわけじゃないですか、人間的に強さだったり。じゃあそれだったとしたら、ユッシーとやった時に、はい、そこのだってルールがある中でのその強さっていうのを見せられたのでジャッジされた感じがあるわけでしょ。そうです。それってやっぱなんか、なんでなんだろう。なんか他のところであって別にあのどっか例えばルールがないところに引きずり出しちゃえばアンドレの方が多分強いじゃん。でも火がついちゃった。そう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 、ルールがある中でも、まあ、負けちゃったっていう感じが感覚があるから負けず嫌いです、ね。あ、そういうことね、はい、だからそのキックボクシングにハマってった。そうです。でその、うん、やっぱ格闘技は好きだったんで、うん、その年末とか見てたんですよ、うん、K-1 とか、はいはいはい、見てる時は、うん、まあ持っていけよとか思ったんですよ、うんうんうん、ただ実際やってみて、はいはい、いや思った通りにいかねえなって思った。そういうことね。そっか、なんか自分が思ってたよりその弱えなと思って、自分が、だからやっぱ自分自身が発信してたってことだよね。そうです、そうです、そうです、そういうことね。それを僕が深いなと思ってちょっとやろうかなと思って。そっかそっか、はい、そっか。それでなんか今キックボクシング始めてなんか、プロデビューは1回したんだっけ。してない。これはいや一応してるんですかね、あの試合は。どれ、前回の上石さん。ああ、そういうことね、はい、1回アンドレはなんか1回というかまずそもそもプロデビュー1回決まったじゃん。はい。あれあの時は試合の1ヶ月2週間前かな、うん、はいはいはい、ぐらいにちょっとまあ喧嘩になっちゃって、うん、で相手がもう、うん、まあ警察飛び込んでったんですよ、うんうん、救急車が壊れてって、うんうん、でそれでちょっとこれやばいなと思って、いやちょっと普通にやばいでしょ会長がデビューさせなくてよかった。絶対やばいなと思って。あれデビューした後とかだったらやっぱりなんか谷山ジムっていう色がついてるわけだから。そうですよね。そうそうそう、看板があるわけだから、はい、それをやっちゃってると谷山ジムが悪くなっちゃう感じになるから、ね、だからその後自分1年間ちょっとマジで谷山ジム行ってないですよ。ちょっとやばいなと思って谷山ジムで かかるなと思ったんで、うんうん、その…そうね、確かに、ま、あの時の状態だったらまだそんなにかかってない。あれがプロで1戦目2戦目とかだったら多分まずいです、やばいと思うよ。でしかも別にニュースとかになってないからまだあれかもしれないけど、やらかしてるよ。それで考えた結果、うん、まあちょっと1年ぐらいジム行くのやめようと思って、うんうん、思ってたら、うん、かなりリバウンドしたんですよ。そうだよね、はい。まあ、今何キロ。93。今93か。あれ最高体重何キロなの。115です。待って、80キロで谷山島入って、でアマチュアで4回やってる試合。ああ、そっか、アマチュアもやそっかやってた。アマチュアで4000やった。あ、それ70キロぐらいじゃなかった。70。そうだよね、細いもん、はい、だって。そっから減量して70まで行って、うんうん、で喧嘩して、うん、1年間ジム行かなかったとの期間で、うんうん、115まで行って。115だよね、はい。まあ一番軽い体重からすると45キロ増えてる。そうです、そうです。やばくね。でこれはまずいと思って、うん、もう服のサイズとかないんですよ。大きいサイズのなんかあるじゃん。いや、あれでもダメ。デザインがダメ。それで徐々にまたジムに通い始めて減量してったって感じです、ね。あ、そっか。で今が93です、ね。そっか。キックボクシングに対してじゃあ今後どういう感じの目標みたいなのあります。キックボクシングっていうよりかは自分やっぱ知名度を上げたいっていうのが、うんうん、あ、そっか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 、それ言ってたもんね、はい、はい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 。で、うん、そのキックボクシング始める前は、うん、まあ、芸能関係に興味があって、ほうほうほう、なんか映画ちょっと出てそういう案件を何件かやってて、で、まあ、一応芸能事務所に所属してるんです。あ、そうなんだ。一応今も入ってる。今も一応入ってるんですけど、うん、そのなんか東京オリンピックの、うん、なんか宣伝動画みたいな、うん、なんか仮 CM みたいなあったんですよ、うんうん、その案件の時に、うん、なんか2020オリンピックって書いてある浴衣に着替えろってなって、うんうんうん、その時に入れ墨が初めてバレたんですよ、うんうん、あ、そうなんだ。ちょっと待って、ずっと見たぞ。いや、俺首はあ、なかったんだ。隠してたんですよ。あ、こんな入ってなかったんで。あ、そうなんだ。もう少し下ぐらいだったんだ。あ、これはその時はなってなかったのね。文字が1個しか入ってなかった。あ、そういうことね。結構下の方にあって隠せるような丸首かなんかで、まあ、それはもう、はい、うん、あのファンデーションで隠したんです。あ、はいはいはい。その時はまあオーディション全部合格して入ったんですけど、うん、まあ、そこの仕事を3個か4個ぐらいやって、うんうん、その最後の仕事がそのオリンピックの仕事だったんですよ、うんうんうん、でそれでバレて、うん、ちょっと高橋さんちょっと来てくださいみたいな話になって、うんうん、高橋さん、あ、自分高橋って、あ、高橋さん知らなかったんだけど。高橋です。あ、そで高橋さん、高橋アンドレ。そうです。あ、ごめんなさい、うん、まあ、その時はなんか長袖来てくださいみたいな感じで長袖来て撮ったんですけど、うんうんうん、それから仕事がパツって切れたんですよ、うん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 、それまでは結構来てたんですよ。そういうことね。もう完全にそっちだよね。絶対これだなと思って、はいはいはい、そこのもう仕事は多分無理だなと思って、うんうん、そっから、まあ、たまたまキックボクシングと出会って、うんうんうん、じゃあキックボクシングで強くなれば、うん、まあ、強くなればっていうか、まあ、うんうん、勝ち続けていけば知名度上がるじゃないですか、うんうんうん、そしたら、うんうん、
知名度上がって夢になれる欲が満たされる、あ、そういうことね。本当はその芸能関係で夢になりたかったんですけど、多分無理だなと思ったんで、そういうことね。じゃあ、うん、力でのし上がれるんだったらそっちの方が早いなと、うん、あーかっこいい、はい、確かにそういうことね。だとしたら俺も同じようなあれを持ってるから、はい、思想を、だから知名度を上げたいとか夢になれたりよく言ってるじゃん、はい、で俺は入れ墨一応もう今最近でも入れ始めちゃってるから、はい、それでも有名になりたいっていうようなところどっか見つけ出しながらやってるっていうところがあるから、はい、一緒だし、はい、なんか役に立てるのかもしれないから、はい、それはじゃあ俺はもう全面的に応援したいと思うから、はい、ありがとうね、いろいろ本当にね。いや、ありがとうございます、はい、でこの辺りちょっともう撮影迫ってますんで、あと10分後なんで、はい、またお話を聞いていきたいと思います。はい、アンドレありがとう。ありがとうございました。お疲れ様でした。